やめチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは、こちら、もう今、配管になってしまいました。えー、ファイナル、えー、テレビランド1997年の、えー、2月号になります。こちらの方から、船体のオールレッド超特集。こちらの方を、えー、取り上げたいと思ってます。ページで言うと、69ページになります。20代船体のオールレッド、えー、戦力ファイルということで、 えー、赤レンジャーからカーレットまで出てるものですね。こちらの方を見ていきたいと思ってます。ページをめくりますと、こちらレッドレーサーから、えー、レッドターボまでの方が特集で出てますね。えー、こちらの方を見ていきましょう。まずはレッドレーサーですね。レッドレーサーがこちらになります。えっ、ー、と、所属が、こう、えー、激走戦隊、カーレンジャー、必殺武器、フェンダーソード、 登場マシンがスピーダー1ですね。レッドスピーダー1。登、え、場、ー、メカ、レッドビークルと V ファイヤー。そういったものを利用しています。次が、大レンジャーですね。5星戦隊大レンジャーのリュウレンジャー。必殺技が、送、え、流、ー、拳、えー。必殺技の方がこちらが出てますね。天下製、稲妻炎上波。登場マシンがキバーマシン。 えー、登場マシンで登場メカが既伝銃で流星王ですね、えー。こちらが流レンジャーになります。こちらが超力、えー、戦隊オーレンジャーのオーレット。必殺武器がスターライザー。必殺技がスターライザーを使った飛剣超力、えー、ライザーですね。えー、登場マシンが、えー、レッドジェッター。登場メカがスカイフェニックス。オーレットでした。 忍者戦隊クレンジャーの忍者レッド。こちらですね。えー、必殺武器がレッドスライサーと、えー、光丸。必殺技が雷鳴,雷鳴山。登場マシンがシャークブリッター。登場メカが超忍獣ゴッドサルダーですね。はい。忍者レッドでした。えー、ティラロレンジャー。こちらが、えー、恐竜戦隊ュ0レンジャーですね。 えー、必殺武器が、流撃剣。必殺技、流撃剣の、えー、重装剣の二刀流。登場マシンが、ドードザウラー1。登場メカ、4、え、5、ー、獣、ティラノザウルスですね。えー、こちら、ティラノレンジャーでした。超重戦隊ジェットマンからレッドフォーク。必殺武器が、えー、スマッシュボンバー。必殺技は特になし。えー、登場マシン、ジェットストライカー。 登場メーカーがジェットホーク。レッドホークでした。地球戦隊ファイブマン。その中からファイブレッドです。えー、ファイブレッド行っていきましょう。必殺武器が V ソード。必殺技は特になし。登場マシンがホークアロー1。登場メーカ、スカイアルファファイブレッドでした。高速戦隊ターボレンジャーからレッドターボです。 必殺武器が GT ソード。必殺技が GT クラッシュ。登場マシンがターボアタッカー。登場メカがターボ GT です。レッドターボでした。はい、次のページに行きます。次のページがですね、えー、サンバルカンのバルイーグルからライブマンのレッドファルコンまでになります。では、えー、逆からレッドファルコンから行きましょう。超獣戦隊ライブマンのレッドファルコン。 え、必殺技がファルコンセイバー。必殺技特になし。登場マシンが元ファルコン。登場メカがジェットファルコンです。レッドファルコンでした。光戦隊マスクマンからレッドマスクです。えー、こちらが必殺技がマスキーブレード。必殺技がレーザーアローですね。えー、登場マシンがスピンクルーザー。登場メカ、マスキーファイター。やっぱりこの辺になってくると、よく見てたせいか。 えー、とても喋りやすいです。次が、えー、超新星フラッシュマンからレッドフラッシュ。えー、必殺技がプ、えー、リズム聖剣。必殺技がプリズム聖剣使ったサンダーファイヤー。登場マシン、えー、フラッシュフォーク。登場メガーーが、えー、タンクコマンド。レッドフラッシュでした。次が、えー、こちらがチェンジマンですね。電撃戦隊チェンジマンで、 えー、いいですねこ。みんなちょっと重なって見えてあれですけど、えー、ブーバーと戦ってる写真になります。では、こちらの特徴を申し上げていきましょう。えー、必殺武器がドラゴンズーカ必殺技がドラゴンアタック。登場マシンがオートチェンジャー。で、オート、登場マシンメガの方がジェットチェンジャー1ですね。はい。チェンジドラ,ドラゴンでした。続きまして、えー、超電子バイオマン。 私も見てました。これ結構ね、最後んと戦ってます。えー、必殺技がバイオソード。必殺技はファイヤーソードですね。えー、登場マシンがバイオマ、あ、1号。で、えー、登場メーカーがバイオジェット1号ですね。あの、オートバイのやつですかね。えー、レッドワンです。続きまして、えー、こちらのダイナマンですね。えー、化学戦隊ダイナマン。こちらの方からダイナレッド。えー、ダイナー剣。必殺技が夢の翼。 登場マシンがダイナファルコン。登場メカがダイナマッハ。これもかっこいいオートバイでした。ダイナレッドです。えー、続きまして、ゴーグルファイブからゴーグルレッド。こちらの中から、えっと、必殺武器が、レッド、レッドルビー持ち。レッド、あレッドルビー持ちですね。ちょっと名前知らなかったんですいません。で、必殺技がゴール、ゴール、ゴーグルゴールデンスピアですね。えー、登場マシン、ゴーグルマシン。登場メカがゴーグルジェット。 ゴーグルレッドでこのページの最後が太陽戦隊サンバルカンバルイーグルです。えー、わかりやすいのは必殺技が日本刀そのまんまですね。えー、必殺技は火場返し。登場マシンが、えー、スタンドバルカン。で、登場メーカーがコスモバルカンですね。オートバイに乗ってたやつですね。この辺は大体レッドがオートバイに乗ってる感じになりました。 で、紹介させていただきました。ライブマンからサンバルガンのレッドシリーズになります。こちらが戦隊のレッド特集の最後のページです。デンジマンから一番最初の赤レンジャーまで行きます。では参りましょう。まずは電子戦隊デンジマンのデンジレッド。必殺技はデンジパンチ。必殺技がデンジ真空蹴り。登場マシンがデンジマシン。 登場メー,カーが電磁ファイターです。電磁レッドでした。バトルフィーバー J からバトルジャパン行きます。えー、必殺技は槍そのままです。必殺技がカーーダンスアクション。登場マシンがバトルフィーバーカー。バトルフィーバーカーって確かレンタカーでしたよね。それでも、あいいですか。行きましょう。えー、登場メーカーが、えー、バトルシャーク。バトルジャパンでした。 え続きまして、ジャッカー電撃隊からスペードエース。これだけが確かサイボーグになってます。必殺技がえ武器。武器がスペードアーツ。で、スペードアーツを使った技が、スペードアーツアトム打ち。登場マシンがスペードマシン。そして乗るメカがえスカイエースです。スペードエースでした。そして最後に出てきました、秘密戦隊ゴレンジャーの赤レンジャー、日輪仮面と戦っています。 え、行きましょう。これが、必殺技がレッドビュート。で、その必殺技、レッドビュートを使って、えー、技がレッドスパーク。登場マシンが、レッドマシン、レッドスター。2台のマシンに乗ってますね。で、登場メカも、バリブルーンとバリドリーン。そう、途中、前半と後半とマシンがあるので、えー、2台ありました。はい、えー、ゴレンジャーの赤レンジャーです。ここで、えー、この、こちらの方の、レッド特集、以上でございます。